ただいまより2019年第35回日本国際賞ジャパンプライズの受賞者発表記者会見を始めさせていただきたいと思いますジャパンプライズは1980年代初頭国際社会への恩返しという意味で日本にノーベル賞並みの世界的な賞を作ってはどうかという 日本政府の構想に対しまして松下電器の創業者である松下幸之助さんが趣旨に強く賛同され資材を提供してスタートをしたものです。これまで34回で受賞された数は94名に上りますがそれらの方々の業績を振り返ってみますとまさに ジャパンプライズの受賞経譜そのものが科学技術の進歩とそれらがもたらす人類社会の発展と繁栄の歴史を映し出していると改めて強く感じる次第です2019年第35回のジャパンプライズの受賞者について発表いたしたいと思います。まず最初に 物質材料生産分野では受賞者は名古屋大学特別招へ教授岡本義雄博士受賞業績はらせん鉱分子の精密合成と医薬品等の実用的鉱物分割材料への開発への先期的な貢献であります続いて生物生産生態環境分野では受賞者は アメリカオハイオー州立大学特別栄養教授ラタン・ラル博士でございます。受賞業績は食料安全保障強化と気候変動緩和のための持続的土壌管理手法の確立でございます。以上2名の方々にお送りすることといたしました。昨年ののの月に今回の2つの 受賞対象分野であります、すなわち物質材料生産分野と生物生産、生態環境分野の募集定義を決定し、発表しまして、財団の登録推進人であります、国内外の約1万5千人の著名な科学者や技術者の方々に、候補者の推薦をお願いいたしました。その結果、物質材料生産分野では、 二百七十件。生物生産、生態、環境分野では九十九件。総計で三百六十九件の推薦がありました。これらの推薦につきまして。分野ごとに設けた二つの審査部会で。学術的な独創性。卓越性について、厳正な審査を行いまして。同時に。ジャパンプライズの特徴でもあります。 その発見・発明がどのように社会に貢献しているかについても大いに議論し検討いたしましてまたその過程では国内外の85名にも及ぶ当該分野の有識者にも客観的なご意見をいただきましてそれも踏まえまして審査委員会において受賞候補者の最終審査を行いまして財団理事会にて決定いたしたものでございます。 岡本博士はですね、1979年に溶液中でも安定している一方巻きの螺旋鉱分子の合成に世界で初めて成功されました。でさらにですね、岡本博士は、この螺旋鉱分子がですね、2つの共造異性体の混合物のうちから、 一方識別すする能力をを持つとというここ明らかにしたわけでありますでこれこのカラムを使って上から物を入れて下このカラムの中を通過していく間に物を分けるそのカラムにこの螺旋鉱分子を吸着したシリカゲルを充填いたしましたでそこに2つのこの右手と左手の共造異性体を通しますと一方の共造異性体のみがこの螺旋鉱分子に捕捉されてもう一方はカラムから流出すると。 いうことを見つけけたわけでありますでこの流出の時間差で2種類の共造異生体をほぼ完全に分離することができるということを見つけまして、えー、発見からあわずか3年後の1982年にですね世界で初めて、えー、このカラムを実用化されました、えー、混合物でもですね、えー、薬効が多少落ちても、まあ、使えるものは、えー、従来製品として使われていたわけですが、えー、それをこのカラムを使って でさらに分離することができました結果効果として副作用の軽減抗菌力の増強半減期の延長といったような非常に重要な活性が実現されてきております。でこのように精度の高い分離ができるようになった結果医薬品など精密化学品あるいは機能性材料などの研究開発や製造に 著しい利便性をもたらしました今回受賞の対象となりましたらせん高分子の合成とそれを用いる高性能なキラル分離剤の開発に関する研究は 極めてて基礎的な研究からスタートしておりますこのような基礎研究が今回この賞に結びついたことは現在基礎研究を行っておられる特に若い研究者にとって少しでも励みになるんではないかと嬉しく思う次第でございます。私これまで何度か 研究所で大変感激したことがございますこれからもこの領域特にキラルな高分子あるいは材料分野で若い人が私と同じような感激を味わえますことを強く強く願っておりますラル博士は非常にあの優れた不公期栽培法を考案されたんですがこれはあの一言で言うと「 土壌をを耕さずまずま被覆作物を育てるそれが枯れた後にですに、ね、目的の作物の種をまくと、あの被覆作物が堆肥となって、目的作物をこうの生育を助けるということであります。いわラルハ博士は膨大なデータを解析して、土壌を中心とした地球上の炭素循環を明らかにした、炭素を隔離するには、土壌有機物を増やすことが非常に重要であるということを明らかにされました。 負ののためににはです、ね、樹木の間にです、ね、農作物を植えるということでももちろん、えー、農作物の収量を上げながら土壌の中に水圧を閉じ込めるということが可能だということを、えー、国際的な場でずっとあの訴え続けてこられました2015年 COP21 が行われましたけど全世界の土壌炭素を毎年4パーミル 千分の4ですけどこれずつ増やすという、4パーミル・インシャーチブ、それが採択されました2015年に国連が策定いたしました、持続可能な開発目標、SDGs、この4項目、17のうちの4項目に、ラル博士の業績は生かされ、またこれからですね、なんとしてもあの炭素、大気中の炭素を減らすという取り組みに貢献するんではないかというふうに思います。 The award of the 2019 Japan Prize to Me is a recognition of the importance of soil science and its impact in addressing the global issues of the 21st century, including food security and climate change adaptation and mitigation. This award also recognizes the role of farmers and land managers. Who are the steward of soil and natural resources? In particular, this award is a special recognition of the prominent role that small landholders, 0.5 to about 5 hectare, totaling about 500 to 600 million of them, working throughout the world under very harsh environments and difficult conditions in managing global natural resources. And at the same time, attempting to provide food and nutritional security.